皆さんこんこにちは佐佐藤藤大輔です佐藤のラジオ第回よろしくお願い、しますはい今回は 2022YBC ル・バンカップグループステージ第一戦、名古屋グランパス対清水エスパルスの一戦について感想を話していきたいと思います。まあ、感想と言いましても、私は試合の映像は見られていないので、 テキスト速報だったり、ツイッターだったりというところの、ね、コメントを見ながらというところの、まあ、感想ということになります。はい、ということで、名古屋グランパススターティングイレブンなんですが、ゴールキーパー、武田選手、ディフェンダー右から宮原選手、中谷選手、藤井選手、森下選手、ボランチはレオシルバー選手、長澤選手、2列目は右に阿部選手、左に斉藤選手。 トップ下に柿谷選手センターフォワードに金崎選手が入るという11名となりました、まああのー、前日に、ね、監督がおっしゃっていたように、あのー、先週のリーグ戦からはかなりメンバーを入れ替えて臨んだルバンカップということで、まあ、中でも吉田選手ですねベンチにも入らず完全休養というところで少し驚きましたけれどもね、あのー、やっぱり 吉田選手がずっと出ずっぱりというわけにもいかないでしょうからねこういったところでしっかりとあの左サイドバック吉田選手以外の、まあ、今日は、ね、森下選手が入るということですけれどもねあのこういったところでしっかりとプレーをしてあのー 吉田選手に何かがあってもチームとしてリスクをマネジメントするというようなね、あのー、状況を作っていかなければいけないですしね、まあ、ずっと、あのー吉,田まあ、吉田選手、ずっといいプレーしてますから、あの当然不動の。 あのレギュラーみたいになってますけれども、まあ、不動のレギュラーなんていうものはないでしょうからね森下選手もねあのやるからにはあのポジションを奪うぐらいの、ね、活躍を見せてほしいなという,ふうに思いますし、まあ、そういうようなことでチームの底上げを図ってほしいなという,ふうには思います。でもう一つ 稲垣選手ですね稲垣選手もベンチからのスタートということで、まあ、稲垣選手もやっぱりかなり、あのー、負担が、ねあのー、多かったと思うので、ね、稲垣選手がいなくてもチームとして、あのー、いいレベルでのサッカーができるというところを見せてほしいなというふうに思います。であとは阿部選,、ね、選手がスタメンというところで。まあ 怪我をしていたようなのでその負傷からねどの程度回復できているのかというところも気になるところですしねやっぱり安倍選手、かなり攻撃的なところでねあのチームにプラスアルファというか、あのー、大きなものをもたらせる選手だと思うのでね、あのー、安倍選手の復活活躍にも期待したいなと思っておりました。 はい、で試合の振り返りなんですが、まあ、先ほども言った通り、あり試合、見れていないスタッツとかでしか見ていないのでかなりあのざっとの振り返りになりますけれどもまずは前半、前半は0対0というところで、まあ、あのテキスト速報等を見る限り前半の15分、20分ぐらいはかなりグランパスが攻勢に出て押し込んでいたのかなと、まあ、シュートも、ね、この時間帯だけで4本、5本打っていたと。 いいううとととこころろでですが、まあ、得点は奪えずというところで、まあ、ただ、そこから徐々に清水ペースになっていったようですねグランパスかなり、あのー、ピンチを作られていたようで、まああのー、ツイッターなんかでは武田選手のナイスセーブみたいなコメントも、あのー、ちらほら。 あったとということで逆に言うとね、ねかなりゴールを脅かされるようなシーンを作られていたというところですね。まあただあの両者得点を奪えず0対0というところでで後半に臨んでいくと後半は立ち上がり選手交代はなし。 後半10分、金崎選手アウト、酒井選手イン、阿部選手アウト、相馬選手インというところで、金崎選手ですね、まあ、あの55分までプレーということで、ここの時点までで4本、5本ぐらいシュートを打っていたんですかね、まあ、本人としてはやっぱりね、決めたいという気持ちが強く出た結果だと思いますし、まあ、シュートを打つ、それだけのチャンスがあったというところで、どうしても決めたかったというところはあるとは思うんですけれどもね。 まあ、これについては今後、期待というところだと思います、まああのー、金崎選手も、ね、昨シーズン大きな怪我から復帰したばかりなので、まあ、55分プレーできたということが、まずは次につながるかなと、まあ、そういうことを言うと、阿部選手もそうですね、55分までしっかりプレーできたというところなので、ここからコンディションをさらに上げていってほしいなというところです。で後半28分、藤井選手アウト、千谷子選手イン、長澤選手アウト、稲垣選手インと。 いうことでまあ藤井選手の交代ですね、これ、負傷等ではないと、最初見たときにあの、怪我かなと思って、ちょっとドキッとしたんですけれども、まあ、そうではないということで、まあ、ただ、その怪我ではないなら、怪我ではないというところで、まあ、逆の違う心配も出てしまうと、センターバックが、まあ フォーメーションを変えるわけでもなく、あのー、0対0の状況で交代になるということはあまり多くない、あのー、と思います。で、まあその、なぜ後半28分に藤井選手が下がってチアゴ選手が入ったのかというところはちょっと知るすべはないんですけれどもね、まあ、これがなんていうんでしょう、藤井選手のプレーが原因なのか、まあ、はたまた チアゴ選手にプレー時間を与えたい、まあ、もう少し言うと、チアゴ選手と中谷選手の,、ね、あのコンビを、ね、あの一刻でも早く成熟させたいという意図なのか、まあ、いろんな意図を考えられると思うんですけれどもね、ね、まあ、チアゴ選手をあの早めにチームになじませるがための交代と思いたいですねあの、まあ。藤井選手としてはもう かなり、あのーまあ、屈辱とまでは言わないですけれどもね、あのー、残念な交代だと藤井選手自身はそう感じるんじゃないのかなというふうに思いますまあこの辺りはね事前だったり事後に監督からどういう話があるのかないのかっていうところにもかかってきますけれどもやっぱりここは藤井選手奮起してほしいですねあのー、ルバンカップグループステージまだまだありますし藤井選手の出場機会当然まだまだあると思いますので、まあ、しっかりとね 出た試合、まあ、試合だけではなくトレーニングのところからね、あのー、アピールをして、あのー、もう全く変える必要なんかないなと思わせるようなプレーを次は期待したいなというふうには思います。 で、まあ、ボランチも長澤選手がアウトなのかというのも少し、まああのー、驚きましたレオシルバ選手なのかななんとなくプレー時間的にも、あのー、開幕戦レオシルバ選手の方が長い時間プレーしていますから、まあ、ただ、ここはあのー、長澤選手が下がって でレオシルバ選手と稲垣選手のダブルボランチングと、まあ、この辺りもあのー、レオシルバ選手と稲垣選手の連携を実践の中で深めていきたいという意図がひょっとしたらあるのかもしれないですねまあ、そうやって見ると合わせてみるとやっぱり今後の連携を考えてのこの、まあ、チアゴ選手と稲垣選手の投入なのかなという見方もできるというところですねで後半38分斎藤選手アウト高田選手イン、まあ あとでも少し触れますけれども、この高田選手がかなりインパクトを残したようですね。で後半44分、相馬選手アウト、ナルセ選手イン。これ、相馬選手、もうこの時点でグランパスカード5枚切ってますから、まああのー、相馬選手、かつ後半10分から入った相馬選手がアウトということで、まあどうやらこれ、脳震とのような頭を打ったんですかね、相手選手と交錯して。あの非常に 心配ですあのやっぱり頭の浸透ということでねあの無理は決してしてほしくないですねあのまずはじっくりとあの様子を見ながらねあの慎重にまあ相馬選手非常にグランパスにとって大切な選手なんですけれどもまあ,あのそれよりもあの 健康だったり何て言うんでしょうあのそれよりも大切なことはあのいくらでもあるということなのでまずは本当にあのしっかりとあの無理をせずにねあの大事に至らず、まあ、なるべく早くっていう気持ちはあるんですけれどもまずはあの本当にねあのしっかりと検査なりをしてあの十分安全が確認された状態で戻ってきてほしいなというふうに思います。 で試合はそのまま終了ゼロ対ゼロということになりました。はい、でこの試合の感想なんですけれども、まあなんて言うんでしょうテキスト速報等しか見ていない、要は映像見ていないのでプレーの内容に関するあの感想ということは話せないので、まああの選手起用だったりあのそういったあのー。 客観的なテキスト速報からも分かるところをメインに話していきたいと思うんですけれども、まあ、まず結果に関して言うとホームゲームだっただけに勝ちたかったなとあとはまあ開幕戦、ね、2対0で勝ててることがあったのでなんとなくホームでそのまま勝ってくれないかなとか思ってたんですけれども、まあ、やっぱり そんんなななに甘くいいというとうころなんですかねグランパスあの十分なキャンプ期間を確保できていなかったり対外試合あの準備があまりできていなかったということで,でさらに言うと今日もかなりメンバー入れ替えたということで、まあ、開幕戦のメンバーですらあの実戦経験実戦練習を踏めていなかったということを言っていたので、まあ、ましてや今日のようなメンバーでの実戦経験というのは当然、 おそらくででできていないといなととうころですねでやっぱりそうなってくるといかにいいメンバーがいようともなかなかね、あのー、サッカー、あのー、11人でやるものですからねその組織として機能しないとなかなか結果は出ないというところがあったのかなとまあ、あのー、試合のを、ね、見た人の感想を見ても、まあ、今日の試合に関してはあんまりうまく いっってななかかたのかなと、まあ、それを伺かがわせるような、ね、あのコメントが多かったかなとチームとしてはあんまりうまくいっていなかったのかなというふうには思いますただ、そんな中でもやっぱり今日の試合に関して言うと、倖田選手ですかね、倖田選手すげえみたいなあのドリブルがやっぱり特徴があるんですかね、そういったコメントがかなり多くありましたね。短い時間の中であの相当なインパクトを 残したシュートも放っていたようですし、まあ、あ,のあわやというシーンをあの作ったようですね、それだけに非常に見たかったんですけれども、まああのーまあ、高田選手出場機会を得ただけではなくてね、そういったあの印象に残るプレーができたというのはかなり、あのー、ポジティブな、あのー、ニュースかなというふうに思います、まあ、飛び級で、ね、アンダー22、日本代表に選ばれている能力は伊達ではないというところを示してくれたようです。 まあ、ただ、あのー、周りからの評価と監督からの評価というのは必ずしも一致をしていないというところはある監督はもっとシビアにチーム全体のことを考えてみているでしょうから、まああのーまあ、トレーニングからも含めての評価ということになるでしょうしねで、まあ、監督がどういう評価をしているのかというのはまだわからないと。まあ、ここからね、あのー まあ、リーグ戦もそうですしカップ戦もそうですし、あのー、ベンチ入りしたり出場機会伸びていくということになればそれが評価ということになるでしょうし幸、あのーまあ、田選手はまだまだここからアピールしていく立場の選手だと思いますのでね、あのー、ここから幸田選手の活躍が見られるようなね、あのー、今シーズンにしていってほしいなというふうに 思いますまあぜひねあの今後もあの幸田選手いいプレー見せてほしいなというふうに思います。でまああのー、選手交代だったり選手の並びを見ているとまあ長谷川監督の考えがまあ、少しはうかがえるとまあ、まだ2戦しか行っていないのであのー、なかなかあの多くはわからないんですけれども、まあ、例えば今日サイドハーフ に入ったのは右利きの斉藤選手が左に、左利きの阿部選手が右に入ったということで、まあ、開幕は逆でしたね、利き足と同じサイドに選手を配置していたということで、でまあ今日は逆だったということなので、まあ、このあたりは長谷川監督はあのー、選手の特徴を見て、あの柔軟に左右の配置あのー、考えておいているのかなと。あのー 絶対にあの利き足と同サイドに置くとか逆サイドに置くとかではなくてそれぞれの選手の特徴を見て、まあ、特に阿部選手なんかはあのー、スピードで縦にドンと抜くような選手ではないのであのしっかりボール持ってっていうことになると、あのー、右サイドに置いた方が視野の確保がしやすいとか、あのー、そういったいろいろな狙いがあっての、あのー、配置なんだろうなというふうには思いますけれども本当にこの辺りはね選手の 特徴に合わせた、まあ、選手起用配置をしているのかなというふうには思います。で、あとは成瀬選手ですね、今日まああのスクランブル的な、あのー、投入があったんですけれども、現時点ではサイドハーフとして考えているのでしょうかね、まああのー、かなり今日はあは、のー、先ほども言った通り緊急事態的な投入だったので、まあ、今日のあのー、起用で。 何かをあの評価するというのはあのできないのかもしれないですけれども、まあ、とはいえ、ですね成瀬選手相馬選手に代わって入った時にそのまま左サイドハーフに入ったようですね。あの 選択肢としては、成瀬選手をサイドバックに下げて、森下選手をサイドハーフに上げるというパターンもあったとは思う、ただ、まあ、左サイドなので、それができなかったということなのかもしれないですけれどもね、ただ、あの事実としてはあの、森下選手が左サイドバックのままあの、成瀬選手は左のサイドハーフに入ったということですね。 でナルス選手は開幕ベンチを外れていますしねあのまだまだここから、まあ、コンディションの問題があるのかもしれないですけれどもねしっかりとアピールをしていく立場なのかなと、まあ、あのその一方でと言いますか宮原選手は非常に、まあ、あの安定した、まあ、特に守備の部分ではね本当に安定したプレーを披露していますから、まあ、ナルス選手もねまたあの立ち向かっていく壁は。 非常に高いというところですけれどもねやっぱり逆に言うとそういったいいお手本がいる中であの揉まれていくというのが成長につながると思うのでねナルス選手にも奮起を期待とまあなのでね藤井選手だったりナルス選手はもっともっとアピールをしてほしいなと思いますし、まあ、新たに、あのー、ユースから加入した幸田選手は 光るものを見せてくれたというところで、まあ、あの若い選手がこうやって、ねあのまあ、もがいているといいますかねあの必死でプレーしている姿というのは非常に見ていてすがすがしい気持ちになりますしねあのやっぱりユースあの出身の選手何、まあ、て言うんでしょう いろんなあの補強で入ってきた選手ももちろんそうですけれどもねやっぱりあの生え抜きの選手というのはまたその活躍はひとしおというところなのでこういった選手の活躍にも期待したいなというところまあ今日はね映像が見られていないだけになかなかあの夢膨らむというかねあの想像ばかり膨らむような話になりましたけれどもまああのまだまだあのルバンカップも始まったばかりですしあの今後に 期待まあ、そもそもねキャンプが十分にこなせていないというところもあったので、まあ、今後に、あのー、期待かなというふうに今日はホームで引き分けということで、まあ、終わった時には少し残念かなというところもあったんですけれども。 まあ、冷静になって考えてみるとやっぱりチームの状況を考えてみるとなかなかね多くを求めるのは酷かなというような状況なのではないのかなというふうには思います開幕の11人でさえあの実戦経験積めてないというような状況だったのでき、あのーまあ、今日に関してはあのー、しっかりと、あのー、開幕でプレーできなかった選手がプレーできたということと0対0というところで、あのー、負けたわけではないというところは、まあ、1つ あるのかなと次につながるのかなと、まあ、次につなげていってほしいかなというところですね。まあ、ここからあの本当に上がる一方というふうに思いたいですし、まあ、そういうふうにチームをねあの作っていくでしょうからあので、まあ、今週末試合がないというところであの我々反サポーターにとっては少し残念あのグランパスの試合見たいですからねあの残念というところはあるんですけれども、まあ、監督、昨日の会見でやっぱり。 あの今週末試合がないというところはチームにとって非常にポジティブだという話をされていました。でやっぱりあのキャンプが十分にできていない中でまあ2試合実戦あってここで。 一呼吸1、まあ、週間しか開かないですけれども、置けるというのは、やっぱりコンディションのばらつきを少しでも、あのー、コンディション上げなきゃいけない選手がいたり、疲労が溜まっている選手がいたりとか、まあ、そういうばらつきを少しでも、あのー、小さくしたり、あとはあのー、戦術を落とし込んだりとか、あのー、連携を、ね、少しでも深めるとか、まあ、そういった時間に充てられる、まあ、準備期間が。 できたとということそういう意味でポジティブというふうにおっしゃってたと思うのでねまああのー、まあ1週間後ルバンカップの広島戦ですねアウェーありますけれどもまあ1週間空くのでこの期間をねあのー、有効にね使ってあのー、少しずつしあのチームのね完成度高めていってほしいなというふうに思いますで次は アウェーなのでねまた厳しいあの戦いになるとは思うんですけれどもねあのいい試合見せてほしいなというふうに思います次戦はね勝利を期待したいなというふうに思いますはいそんなところで佐藤のラジオ第458回今回はこのあたりで失礼したいと思います最後までご視聴いただきありがとうございましたそれでは失礼いたします